どうも皆さんこんばんは。4月9日木曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、リニューアルして第2回目の放送ということでございます。まだまだね、自粛ムード続いてると思いますけれども、ラジオ聴いてる時ぐらいね、楽しい気持ちで聴いていただければと思います。それでは早速参りましょう。ゴールデンライン木曜、ネクスト G のお笑いしたいです。さあ始まりました、ゴールデンライン木曜、ネクスト G のお笑いしたいですの時間でございます。さあ、この番組はですね、T ライズのネクスト G の、芸人でですね、こうお笑いしたいぞというこの熱い気持ちをですね、ラジオで届けていければなと思います。本日の、MC は私、お笑い集団 T ライズの相澤和也がお送りいたします。そして本日のお相手は前坂チャンネルと関戸です。はい、よろしくお願いいたします。硬いんじゃないですか。硬いですまあ一応今回、ローテーションでね、その司会をやらせていただくということで、今回は私相澤和也の会ということで相澤君が仕切られるわけですね。そうですよ。およそお笑いしたい人とは思えないから硬さが見えますけど、分かんないからね、ちょっとあんまりやったことないから。でもね、やってるじゃないですか、ラジオ。ラジオ一応やってはいますけどね、相澤和也の大の間2つっていう番組。タイトルも言っちゃう。宣伝すぐしようとする。自己顕示がすごいから。それでラジオ3なんだから。いいでしょ。自己顕示だからな。自己顕示欲じゃないんですよ。全然だからね、もっとね、バーってやってもらって。そんなフランクに。本当ですよ。そんなカチカチじゃなくたって。いや、そんなラジオじゃない。そんなラジオじゃない。そう言われるのもちょっとシャイだけど。じゃ長年やってきましたから。いや、そうなんですよね。そうですよね。だから関さんがずっとね、MC でやってきていただいたので、ちょっと全然関さんの感じとかも吸収しきれてない。いやいや、そんなのいいですよ、そんなのね。別におのおの好きにやってもらえばいいんで。逆に僕こっちっていうか、そのなんか仕切られるのが変な感じ。確かになかなかね。かなり久々ですね。ないと思いますけれども。はい、どうしようかな。なんか面白いことやらなきゃいけない。じゃあ言いましょう。それ MC でこっちはそっちで手探りだね。いや、そうなんだよ。だからほら、やっぱそうじゃないですか。MC だと自分のペースでさ、いけるけど、そうもいかないでしょ。この相澤さんのさ、やっぱりそうですね。こっちばっかりあんま喋っても難しいです。そうなんだよ。相澤さんの軽快なトーク邪魔しちゃいけないみたいなこともあるし、あんまり僕軽快に進めるタイプじゃないんですよね。なんでラジオどんな感じでだって。結構こんな感じで硬いのだって。いや、もうずっとダラダラ喋ってますよ。ダラダラと。でもそれでいいじゃないですか、別にね。いや、そうです。MC だからって急になんか構えるみたいな。本当なんか雑談をしてる感じっていう風に。いや、でもちゃんと仕切ってもらえると困るからな。そりゃそうですね。そのバランスですよ。バランス結局難しい。全然わからないまま結局難しい始めましたけれども、ということでですね、この番組メールも募集しておりまして、メールアドレスは762@radio3.jp、762@ すべて小文字の RADIO数字の 3.jp です。メールお待ちしております。ということで、ゴールデンライン木曜ネクスト G のお笑いしたいです。最後までよろしくお付き合いください。さあ、ということでね、始まりましたけれども、どうですか、最近のなんか話題とかね、なんかあるかなということで。まああれじゃないですか、あのワニ。まあちょっとちょい過ぎぐらいですけど、あのワニありましたよね。ツイッターで漫画家の菊池雄希さんがね、連載してた。いや、なんか話題にはなってる。だから僕あんまそういうのちゃん知って、なんかワニがツイッターやってないなりにはやっぱ話題には。まあだからどういうなんかそのなんつうの経緯というか、どれぐらいの流行り方だったのか。コンセプトとしては100日後に死ぬワニっていうことで、本当にもう何でもない日常、ワニがもう例えばテレビ見てハハって笑ってるだけで4コマ終わるみたいなのがこう続いてて、で一番最後に死まであと何日みたいなのが書いてある。決まってるわけだ。別にでもそのなんか余命何日の病気とかでもなくて、普通に何も知らないでただ生活をしてて、でも100日後に死ぬっていうことだけが決まってる。ワニたちも知らないけど、それは決まってるみたいな。見てる側だけは分かってるっていう。だからそのなんか切なさというか、こんな人にやってるけどあと何日死ぬんだみたいな。だから最初本当に何にも、もうただテレビ見てるだけだけど、もうすぐ死ぬっていうことだけ分かってる。だからそのなんか例えば映画を見てこの続編が来年公開されますみたいな、うわ楽しみだなってちらっと言ってるけど、もうそれが見れないのになっていう、そういうなんか命の大事さじゃないですけど、なんかそういうのを揺さぶられる。そうなんですよ。なんかその車にひかれそうな子供を助けて気をつけないと死んじゃうんだよって、島であと何日みたいなのが結構あるんですよ。あ、そうなんだ。なんかすごい流行ってたよね。そうなんですよ。結構ね、最初からなんかツイッターでも話題になってて、はい、早いうちからもう何十万いいねとかするような、でもすごい漫画で、うん、でどんどんそれなんかテレビとかでも取り上げられるようになって、最終話が200万いいねとか、なんかそれは日本でもトップいいね数みたいな伸び方をしたんですよね。すごいですよね、バズり方が。あ、そう。はい。で、ちょうどその最終回の時が、ちょうど我々がやるライブの日で、いつもは夜の7時に決まって更新されてたんですよ。ライブが始まるのが夜の7時だから、もうちょうど始まる時じゃんみたいなので、どうするこれ、もうワニ見届けてからライブ始めるかみたいな。そんな、もうみんなもうそうそう、もう気になって、マジか。でも MC だったんですけど、その時赤坂さんとこう喋ってて、どうせみんな輪に気になるだろうから、もし携帯とかねでちょっと確認されるぐらいだったら、もういっそみんなで見る時間作ろうっつって、ワニの時間を開くっていう、一旦ワニ見ましょうっつって、ワニ挟んでのワニを挟みましたね、ライブ。そうだ。でもなかなか更新がされず。そうなんですよね。7時なんかちょうどに始まんなくて、そう全然だから本当にあれあれっつってみんな舞台上でこうスワイプして更新する。だから今までの漫画を全部ワニがもしかして書いてたんじゃないかとか、死んじゃったから公開できなかったんじゃないか、そういうのも含めてみたいな。そんなにもうみんな見てるから、みんな注目してましたね。おしんみたいなもんだ、昔のなんか視聴率 80%。 あ、それぐらいの注目度。ツイッターやってたらリツイートっていうのがあるんで、絶対誰かのリツイートが回ってくるから、嫌がおうでも目に入る。絶対目に入る、みんなわかるし。へえ、怖いね、そこまでいくとね。なかなかないですけどね、今時こんな人数を巻き込んで。どうなったんですか、なんか死んだの？やっぱり死にました。そっか、それは死にました。でもなんか結構揉めてたり、なんか揉めてるじゃないけど。あ、そうなんですよ。そうですね、最終話が公開される本当にちょっと前ぐらいに、なんかもうグッズが出ますみたいなのがこうなって、なんだよそれみたいな、結局なんかそういうことかいみたいな。まあね、でしかもその死を扱ってるコンテンツっていうのもやっぱあるんで、まあ確かにその死んだ直後になんか映画化が決まるとかみたいなのが、そういうことか。ちょっと興ざめじゃないですけど、それは冷めるな。それはちょっとね、なんかそれで終わってほしかったよね。そうですね、なんか儚く綺麗だなと思うんですよ、やっぱ死んで。30日目ぐらいとかにちょっとグッズがちょっと出るぐらいだったらまだ分かるんですけど、もうすぐ死ぬしなみたいなので。でも死んでからもなんかワニの追悼みたいな感じでどんどんグッズがボーンって出てくる。それはちょっと違うよね、なんかね。そうなんですよ、また平気で生きてんじゃんってなりますよね。なんかそう映画とか出て、そうなんかそこで本当にスパッて終わった方がやっぱまあ綺麗って言ったらあれだけど、なんかある意味伝説になってる。そうなんです。まあだからそうですね、まあ本が出るっていうとこだけ決まってたから、まあそれは別にいいかみたいな。ああ、でもすごいな、そうやってみんな見届けて。まあでもそうやってまあちょっと悪いくもよくもさイメージになったっていうのはすごいよね。相沢君もやろうよ、それ100日後の卒業まで法廷の日常やるにやる感じですか。いや、それめっちゃ面白いよね。いや面白いですよ。あ、だってもうだってこう AV とか見ててさ、 AV とか見ててこんなことしてみたいなって言ってた。大丈夫でできるからって、できるからね、安心して。周りの童貞がどんどん卒業したり、そうハッピーボーイかよ俺だけ取り残されてるみたいな、あと15日みたいな。わあ、それ見たいな。で最終日になんかもう4枚ぐらいなもうソープに向かってそこソープそこはあなんだ店なんで。で最後はもうネオン街みたいなので1万円で終わる。100日後に卒業する。誰も映画化しないよ。そんなグッズ化したいですよね。俺のグッズ結局グッズ化すんのかよっつって。まあファンはね悲しみますけど。綺麗に終わってほしかった。まだこれ捨ててない頃のやつだ。捨ててない頃のやつだなみたいな。それやったら怒られるかな。いや怒られる。いろんな方面から怒られる。そうか、そっちの見たいけどね。そうなんだ。リアルでもいいですけどね。なんかすごい話題になってたなと思ってましたよ。でもなんか確かにそれね、なんかそこでね、ちょっと金の匂いが発生しちゃった。難しいですよね。儲けるのは当然とはいえ、まあもともとこの無料で見れてたっていうことなんで、まあいいかなと思うんですけれども、にしてもちょっと決まりすぎじゃろうみたいな。規定路線みたいな感じになってたな。100日の間にこんな決まるかねっていう。逆に言うとさ、たった100日でそんだけってことができるってことでしょ。いやそうなんですよ。とんでもない。いろんなものをガンガン。だって最初はだってただの投稿ですから、何でもない一人のイラストレーター、そこから100日で曲とかもできてたし、たった100日だよ。それでもうこの一大ムーブメント起こされる。だから僕らもいけるんじゃない。100日でだからできるんだよ。100日かけてなんかそうですよ、できるんだよ。100日あればできるんだよ。だから今の時代いけるんですよ。なんかやってくださいよ、相沢さん。好きです。丸投げだ。いらしてください。コンテンツ。いやでも後追いですからね。今からやる。いや別にその100日後にその卒業するじゃなくていいんで。その期間あればできるってことですから。100日あればできるんだっていう証明書だから、これはいや時間がですと言い訳になっちゃいますよね。何か挑戦して。そうですよ。その100日間をやるみたいな。でもやっぱまずそのね卒業でどうしてもやっぱそれクリアしないと進まないよ。ずっとやってるやん。いやマジでこれはもういいじゃないですか。リニューアルしたら今で言わないといけない。終わんないんだもん。だって全然達成しないしさ。そっちっすよ。そこだよな。それは100日あったらできるでしょ。だっていやもうまあ本当だ。普通の人だったらできるだろうけども、僕はもう本当根深いから問題が。自分は違いますみたいな。他とは違いますけど。ダメな方で特別感とかじゃなくて、ダメな方でちょっと違うから。やってほしいけどね、対抗して。だってその100日後にその死ぬワニの方がさ、まあちょっとそういうさ、なんかちょっと残念だなみたいな感じでやってるわけじゃん。ちょっとやっぱ皆さんの心のしこに残ってるわけじゃん。それをやっぱり打開するにはやっぱ取れるかな。それでしこり取れるか。俺の童貞卒業で取れますか。しこりですよね。本当にしこり。もうややこしいの。しこりのダブルニーニングが入ってる。そうかそうか。なるほどな。そういうことですよ。そういうことなのか。いいのかそれ。わかんないです。だま100日あれば、まあ100日に限らずね、まあいろいろこう果敢に挑戦して、そうですよ。いけたらなということで。綺麗に。MC だから。MC だからね。そうでございますからね。でそうそう曲いきましょう。ああそうですか。さんチョイスで。そうですね。まあもうそこら中で流れてるこのシーズンはこの曲流れてると思いますけど、あえて聴いていただければと思います。ヒステリックブルー春。さあ、お送りしておりますけれども、硬いな。初めてだから。初めてだ。レザーニュースみたいな。そうですね。続いての天気は。二人そのテンション。まあまあ僕のもう童貞の件は一旦置いといてですね。まあ置いときは置いときましょう。また出すよ。いつでもと棚の上はあるけど。だから関さんが、まあネクスト G になったじゃないですか。でもまだその舞台でのまあ復帰じゃないですけれども、まあまあそうですね。っていうのはまだしてないじゃないですか。だからそのどういうところにも今後行くのかな。いやもうこのままごまかしきろうと思って。ネクスト G に一応いるけど、何もしないっていう。なんかどうですかライブとかね。そうなんですよ。だから我々がね出てる「竹にすずめ TV」いやまあそうですよね。どうしようかなと思ってマジで。どうですかね、ネタとかって今書いてるんですか。全然全然やってないです。だってやってないし、多分もうできる自信がないよね。ああ、昔のネタとかもいやもう無理でしょう。だってもう多分もう無理でしょう無理でしょうってふわっとしてるいや、なんつうか、多分それは多分ダメだと思う。多分まあ分かんない、ひょっとしたらいいネタもあったのかもしれないけど、うん、それを多分焼き増しで出しても多分ね、うん、受けないと思うわ。それは多分熱量が全然足りない。確かにその時思いついた時にこれはいけるぞっていう、そっからなんか別に練ってるわけでもないし、なんかこれあるからこれいいやでは多分何もできないと思う。それはそこまで多分甘くないと思うよ。あ、やっぱり出すとしたら新しい、いや新しいやつでしょ。それはもちろん今の自分、まあ、年齢とかも変わってるし、心持ちとかも変わってるわけだから、それでやっぱ作んないとダメかもしれないけど、もうどうやって作ってたんだみんな。どうやってやってんだみんな。相沢君とかなんかすげえ出してくれてるネタ。僕はもうまず導入というか、うん、設定をもうブワーって考えるんですよ。で、まあふと思いついたやつでもいいですし、うん、でそれをまあ伸ばして展開が23個作れたら、あ、じゃあもうそれ作ろうみたいな。ね、まあ言ってることは分かるんだけどさね。どうですか、今どこで引っかかってる感じですか。いやだからどう何やればいいんだろうって感じ。ああ、もうそもそもの取っかかりがもうないしさ、まあコンビとかだったらある程度漫才とかコントって大枠は分かるじゃん。それピンってさ何にもないわけじゃん、基本的には。そうですね、まあ自分で一人で喋るとか動くとかになる。自由自在すぎて何していいかわからないっていう。しかもね、わかんないですけど、お客さんとかも若い人多いんじゃないですか。そうでもない？そうでもないですね。うちは幅広いですよ。ああ、そうか。まあ女子高生ぐらいの人もいれば、本当にもう50、60代ぐらいの年配の方もいますから。なおさらややこしいな。どうしましょうかね。ターゲット決めるとかでもまた難しいですからね。どうやるんだっけなって、ちゃんとできるかな、自信がないわ。ネタってじゃあネタできましたってなっても、それ人前でできるかなっていう。でももうやったらいいんですよ。それはもうやるしかないですよね。だからもう決め、いつ出るっても決めちゃって、そしたら多分やる、書くしかないし練習もするしかないし。もう同じ次回の「竹にすずめ」もね、まだエントリー始まってないですけど、もう出たらもう即エントリーですよね、それは。いやー、正直めちゃめちゃもうなんとかしてこれなかったことにしようとしてる。ほんで俺はなんであんなこと言ってしまったんだろうっていう。でもおかしくない、またその棚からもう持ってきちゃうけど早いよね。いやだから相沢君が卒業するっていうか、それをやるっていうんだったら俺はライブ出るぞって、そもそもの約束じゃん、それって。いや、まあまあそうですけど、それはまず達成されてないんだから、そんなとやかく言われる筋合いはないんですよ。あ、これ卒業ありきなの、卒業ありきなの、もしかして。一応そういう感じだったんで、相沢が頑張るんだったらもうライブ出るわっていう。まあ相沢さんにだけ押し付けるわけにはいかないからっていう話ですよね。そうやっぱチャレンジだから、俺もそしたらライブ出るよっていう話だったはずだよ。もうあれいやまあまあ、その必ずじゃないけどお互い頑張ろうぜみたいな感じだったら、なんかさあ全然あれだしさ、もういくちゃん戻すためにまあでもまあやりますよ、やるしかないでしょ。いやそうですよ。その時にもう待望論も出てますから、その関さん。いやでもさあ、なんかそういうのも、それでもうキンキンに滑った時の悲惨さよ気使うぜお前ら絶対に。それも嫌だし、どんな顔していいか分からない。そう同じ立場とはやっぱり一応年齢も上だからさ、そのなんかちょっと気使ったりとかさ、もうしそうじゃん、どうしたって。そういう空気になるじゃん必死それもやっぱり加味していかないと、その空気感とかも全然違うわけだから。まあ確かに、まあちょっとリハビリをしつつ、まあまあやることはやると思うんで、その時はもう出るって言いますから絶対に。定期的に言って、だからいつ出るんですかって言わないと俺このまま絶対皆さんもね、ごまかしきれないようにね、そういう声をかけていただければと思います。ということで、この後コーナー行きたいと思います。今週のオリックスさあ、いや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 、シーズン始まってねえから。そもそも始まってないんですよ、このね、収録やってる時点で。そうなんですよ、早く見たい、オリックスの活躍見たいんですよ。今のうちにちょっと予習をね、勝ちまくるとこ見たいわ。予習をしときたいということで、ちょっと私注目選手ちょっとピックアップしたんですけど、今年のやっぱオリックスの出来はやっぱこいつにかかってると思うんで、ですね、もやにかかってるんです。もや、ですね、中日にいたのかな、これでオリックスに去年の途中から来てんのか。ほんでね、出場試合でか71で中途半端な半分ぐらい、1.5 軍ぐらいの外国人選手です。外国人なのによ、普通ねトップでやってもらわなきゃいけないんですけど、まあまあまあ 1.5 軍。ただやっぱね、何で注目するかって言ったら背番号っすよ。背番号1なんですよ。一番なんですよ。そうなんですよ。やっぱ前田君は多分分かると思うけども、チームの一番っていうのはチームの顔なわけですよ。もうそうですね、看板深い意味がある。カレンダーチームで作りましたって言ったらドセンターにいなきゃいけない人間なんですよ。例えばみんな知ってた鳥谷とか、そう福留とかね、福留と今だったら山田哲人とかなんですよ。確かに、まあ僕でも聞いたことある。もうそうでもオリックスの一番はこのモヤなんですよ。モヤなんですよ。大丈夫か、モヤに背負わせて。いやでもこれやっぱりチームの期待でしょ、一番を背負わせるっていうのはお前だぞって。モヤならきっとやってくれるんだよ。重圧にも応えられると。もやならば、もやならばね、お前しかこれを背番号は背負えないってやっぱ球団の期待ですから。確かにね、もやのできるでしょ、やっぱり。だからちょっと空気感盛り上げてくれそうな雰囲気はありますから。一応打撃のゾーン別データっていうのがあってですね、真ん中高めと低めしか打てません。甘い球は打たれてる。だから甘い球はストライク、内角に超弱いですね。長打は期待できないですね、正直ね。内角打てないか、腕がね長いのかもしれない。でも本拠地隣のイオンモールに頻繁に出没するということで、庶民的というかね、なじもうという姿勢が頻繁にですからね。頻繁に行って週一でしょ。分かりかねますけど、私はちょっともやに期待したいな。なるほど、相沢君もちょっと見て探してね。そうですね、これからシーズン始まる前なんとかこれごまかしきっていかないといけないんですよ。このコーナーもごまかしそうです、やらないと。だって始まんないんだもん。試合始まってくれますね。試合とか振り返りたいのよ。今週のオリックスですから、今週のっつってるから停滞してるのよ。ということでね、私たちお笑い集団 T 列 NEXTG はオリックスを応援していきます。この後エンディングです。さあ、エンディングでございますけれどもね、告知ありますかね。いや告知か、ちょうど明日がいきなりライブ。ああ、そうかそうか。ですね。はい。4月の10日金曜日、長町リプルでございますんで、前売り1000円、当日1500円でございます。皆さん本当体調管理気をつけてお越しいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。オリックスカレンダーイベントとかないですかね、近々ね。行きたいですよね。あったとして仙台ではない。仙台ではない。ないかな。そうですよ。大阪、兵庫。こんなに熱いファンがいるのに。そうですよ。熱でも多分先ですからね。もやのサイン欲しいよね。もやのサインもやって。もやもや。どんなサインカタカナで。もや。カタカナ。頑張りますって。したいですけどね。そうですよね。じゃあそのコロナウイルスのせいでね、まあいろんなイベント、まあ野球もそうですけど、そうなんですよね。まあ中止になったりとかしてますから、まあなんとしてもね、このラジオだけでもね。そんな使命感背負わされてんの俺ら。唯一の娯楽。オリンピックの分まで延期になっちゃう。娯楽がこれだけになるから。日本なのでこれだけではないです。世界ではそれも。まあね、いろいろラジオとかもね、テレビとかも。ありますけれどもね、ありますんで、テレビとかも今ね、収録とかもできなかったりとか。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。お客さん入れられなかったりとか。ああ、そうか。無観客でやってたりとか。そうなんだ。そうなんですよ。この上も収録もね、公開収録とかやりたいとか言ってたけど、なかなか難しいのか今。当面はちょっと難しいかもしれないですね。まあまあまあ、しゃあないですよ。そこはね、やる範囲でやっていきましょうよ。はい。まあ我々でね、本当に微力ではございます。すごい使命感背負ってる。なんかね、MC だからって気負いすぎる。節目節目で締めたくなる。MC やってると。もうちょっとね、フランクになるとね。まあちょっとこれは回数重ねてね。そうですね。こうちょうどいい感じのところを見つけ、またこれも出ちゃってね。締めようとしてる。まあね。はい。ということで、ゴールデンライン木曜ネクスト G のお笑いしたいです。そうそうお時間です。また来週も聞いてください。ありがとうございました。バイバイ。もやだな。もやですか。もや行きます。いやでもまあいや本当に一番なんですかね。いや書いてある一番と書いてあるけど間違いじゃない。11とかじゃないです。選手名鑑で一番で書いてあるよ。一番って書いてる。一番ですよ。いや本当に背番号ってやっぱ重いとかありますから。そう。まあ大事です。プロは特にね。あとまああくまでやっぱ興行ですからそこはやっぱ。一番スタート据えるっていうまあブランディングじゃないですけど、確かに確かにそういうのも大事だと思うんで、各チームの一番って何なんだろう。西武は西武の一番栗山だっけ。あ、栗山だ。栗山ですね。もうベテランで、そうですね。ミスターライオンズだね。象徴的な選手。俺も好きなの。かっこいいしね。かっこいいっす。見た目もね。かっこいいスター選手ね、栗山。ソフトバンクが内川でしょ。内川ですね。ああ、内川。まあ、内川もベテランで。楽天は松井裕樹か。松井ですね。千葉ロッテの一番って誰なんだろう。でも、みんなね。いるのかな、一番いない。でかいところ。清田だ、清田。ああ、でも、これもだって。まあ、まあ、でも、ロッテの。長くロッテ。確かにって知らないですから。あんまり詳しくない。日ハム斎藤裕樹だっけ、今。斎藤佑樹か。まあちょっといろいろあるけど、まあこれもね人気は根強いですよ。やってもでしょ。でジャイアンツはまあ永久欠番か、王さん、王さん、王さんがある。永久欠番があるぐらい。そう、永久欠番もうそれはもう誰ももうつけられない。そう、永遠に王さんでしょ。ベイスターズ、ベイスターズ今一番いるのかな。昔金城とかね。いないってことも全然あるんですよ。そのふさわしい人がまだいなくなったら空席っていうのもあり。あ、いたいた。桑原正幸。桑原ですね。外野のまあ一番打ったりとか。あ、でもこいつもだってずっと DeNA だもんね。高卒で。はい。なるほど。やっぱそれなりにふさわしい人。いやまあタイガースはまあ鳥谷がつけてたけどどうなるかって感じでしょ。なるほど。カープは鈴木。そうですね。鈴木誠也。中日は？中日が京田。あ、でもこれもショートですね。これも生え抜きの選手だもんね。期待のでヤクルトはもちろん山田哲人。山田哲人大スターですよね。でオリックスがもやもや。おかしいじゃないですか。いやでもだからそれぐらいやっぱ期待はしてる。いやそういうことですよね。そうなのかな。お前はもうオリックス。そのプエルトリコから来たけどもう違うぞと。ミスターオリックスだと。もうオリックスの一なんだと、お前はと。もやもそんなつもりで来てます。最初中日だしな。もやもちょっと不安です。一番。本当に大丈夫ですか。二度見とかしたと。一って。打ってもらわないと困るよね。そうなんだ。あでも千賀に強いよ。6打数3安打。ホームラン1本。やっぱ真ん中低め強いからやっぱフォーク打つんだね。すごいですね。千賀のフォーク捉えられる。外のフォークを打てる。潜在能力が多分すごいんじゃないかな。これからの選手ってことですかね。いやでももう29っすよ。円熟にやらないと。完成され201センチ。でかいね。でかいっすね。大きさで選ばれたの。背高い順。背高い順か。背の順高いから。オリックスで背の順。背の順で決めてる必要は。だったら一番だよそれは。ふさわしいよ。ふさわしいです。そうなんだ。これでこれね。早く始まってくんないかな。そうですよ。俺ね、プロ野球始まったら皆さんぜひもやに。もやに注目していただければと思います。ありがとうございました。硬いな。